なあ、消えちゃったじゃねえかよ。このね、一回Google にカーソル合わすと、こうね、なんか、こう消えちゃう、消えちゃうって見てるくだりがあって、やったらさ、消えて、はぁ、ではまで、フワイ!ダーリンビーボーね、今、そのね、俺がね、やった今の、人間、あの、不完全な方が人間味あっていいでしょっていうね、で、一連のボケがあって、それ消しやがったよ!おい!こういうとこで大丈夫かな?大丈夫。セーフ。ほんとに。上から嫌がってみたいなことブーブーね、いいボケ言って、あれ取れてないかもって言った時で取れてなくなったね。痛えな、いろいろ痛えな。面白い、でも言うの一回だけでいいよ。もう過去に文句言うな。お、かっこいい。金言です。いかにもポテト食べてそうってな、なんだそれ。いや、人間、誰しも大体はポテト食ってったろ。なあ、爆笑止まらんわ。あ、これ動画投稿系パンツさんね。動画投稿しろよ。早く。パンツさん。多分なんか、ウェイターズを荒らしまくってたら、この人多分、なんかさ、動画投稿できない、なんか、ツイッターアカウント消えてたし。で、L サイズのポテト3個ぐらい食いそう。いや、舌が痛くなるんだよ、ポテト3個も食ったら。で、関東ローム TV に、死ねろって言われたんだよね。で、それも、あの、長渕剛さんじゃなくて、ねえ、なんか最近の、あれなんだ、TOKIO の一人が、この人が出してる動画、またつまんねえ。時計台の下でゴキブリ発見ってね、俺よりひでえ動画出してやがんの。俺はね、もう、時代の最先端とかそういうレベルじゃなくて、まあ、時代の先を行き過ぎてる。まあ、太陽の膨張で火星がね、もう全然なくなってるよってくらいの時代に評価されるような人なんで。が、強いて言うなら2兆年後。まあ、2兆年後にそのね、熱膨張で滅んでるか、もう滅び去ってるか、まだ滅んでないかわかんないけど。で、この、ウラヌスネプチューンっていう人をね、この人、きっしょいデブだな、死ねって言われると。この人、最初の名前、タイラントボー君でしたからね。同じ意味の言葉2個つなげて面白いと思ってる。俺が通り過ぎていったボケをしてるやつ。さあ、もう。本当にね、上から言いやがってよ。マジでこいつら全員幸せになって、こういうこと言わないでほしい。こういうやつの解決策って幸せになればいいと思う。でもね、幸せっていうのはね、あ、今幸せだなって思う心がないとできないの。これ、コウモリヒロトさんのね、幸せを手に入れるんじゃなくて、幸せをね、感じる心を手に入れるんだということなんですよ。こいつは一生幸せになれねえから。俺も今幸せだもん。これね、いや、こいつらと違うからって意味で俺が幸せじゃね、だからって言ってんじゃなくてね。本当にやっぱ幸せですよ。喋ること大好きなんですよ。怒ることも大好き。イライラすることもね、嫌だけどイライラするようにしたんです、最近。まあ、また戻ったよね。はじまじゃない方。俺の本体ね。まあ、はじまと俺はもうちょっと 1.5 重人格なんですよ。まあ、なりたかった俺がはじま清志郎っていうのなんで。まあまあまあ、僕が普通として人間として生きてない方。まあ、モンスターとして生きてる方は、そうは生きれてなかったんでね。まあ、もう俺はもう別人格なんですよ。最近もね、なんか、まあまあ、これなんか、構え出しシャツなんだけど、何でも話していいのか。いや、クズの本会見てね。クズの本会、まあ、エロいの。すごいね。童貞としての産さを出すためにね、その、ちょっと深みが出た言い方みたいな。エロいのって言ってね、その、産さを出さないためのごまかしで、目もそらしちゃう。ごまごまじゃん。セサミじゃん。はい、ボケでもごまかす。いや、エロいのって、いや、時戻っちゃった。はい、やめときます。これ以上ボケすんのやめます。一巡しました、今のでね。はい、プッチ神父かって。いや、お前、プッチ神父が出てる時のジョジョのその部数全然見てないっていうのに、プッチ神父かってツッコミすな!ねえ、ほんとに。はい、ということで。ダーレンギンブギー。ボケちゃん、もう一回。ダーレンギン。いや、エロいの。いや、クズの方が見ててね、すごいなって思って、いや、恋愛見てね。だから俺、それで思ったんですよ。俺は需要のない人間だ。でも、需要のない人間、言い換えれば、俺は自分のエゴのためにエゴに尽くせる人間だって思ってね。いや、なんでか、いや、もう成瀬さんともさ、もう俺がただ単純に気持ち悪いことばっか言ってるんですよ。気持ち悪いことっていうのは気持ち悪い、僕ね、人間としてのその許容量を超える気持ち悪い質量、気持ち質量を持ったボケをプイってぶつけるとね、成瀬さんがわーってなるんでね。いや、その俺の世界観っていうかさ、安嶋清志郎を保つために、成瀬さんとしては距離を保とうかなっていうかね、勝手にファンだったんだけど、いや、成瀬さん全然応援してるし、さっきも TikTok とか見たし、あーって見たけど、
なんかもう俺は調子乗ってたってことでっていうねことにしようかなって思ってね、最近はもう一視聴者として接してくれてるんでね、まあ、単純に裏切られてからってちょっと腹立ってるんだろうね。俺2回も成瀬さんのこと裏切ったわけじゃないんだけど、うん、単純に行きたくねえなって思って、いや俺クズなんで、成瀬さんが1回ねTikTok に潜入するって時も行かなくて全然寝てて、で2回目の、2秒オフ会みたいなやつ、あ2分オフ会も俺あいい変なギャグ持ってきますからねみたいな感じで、ますてからねみたいな感じでツイキャスで宣言しておいても行かないっていうね、それはもう嫌になるわなってね、チンコ見せた仲なのにっていうね、チンコ見せ合った仲なのに、最初全裸なれるかって言われたところ全裸になったんですよ。で信頼してるって言われたけど、今ではそんな信頼してたやつでもね、やっぱネットのやつはこんなもんだって思ってね、うん、でも俺一言言って一言言っていいってすごいこと、その成瀬さんのダメなとこドンって言うのかと思ったら、いやめんどくさい、うん、やっぱねめんどくさがり屋だし、そこまでしていかなくていいかなって思ってるんで、目そらしちゃってね、こういうとこなんだよな俺は。やっぱりそのこういうね、やっぱりその確信とかそういう普通なんかちょっと嫌なこと言うときにさ、ちょっとこう他のとこやっちゃう、もう普通の男の子まあまあまあね、成瀬さんとは距離を置こうっていうかね、俺は邪魔だと思うよ成瀬さんにとっては。やっぱりさ邪魔お荷物、カメラマンやろうと思ったけど全然距離も遠いし、はぁって感じだな。もう成瀬さん今波に乗っててさ、いい波乗ってんだよ、うん、TikTok と絡めてね。でも俺は違う、成瀬さんは波に乗ればいい、でも俺は波を作る側なんですってかっこいいこと言うけど、まあ、これでねどうせ死ぬんでしょうけど、全然餓死していくんでしょうけど売れなくて、俺はもうね波に乗るんじゃないと、波を作っていく側になりたいんだよ俺は。まあ、TikTok で成瀬さんも波を作ってると言えば作ってるけど、 TikTok っていう大波の中で波を作ってるみたいなもんなんですよ。俺大波ごと作っちゃう、本当に俺が波を作るんだ、うん。今 YouTube 来てるから俺も YouTube に負けず劣らず大波作っちゃうよ。波の中で波のこう、この波が来てるとどうどうどうみたいな中で、でここあーこう曲がってくれ、こうダンダランダンみたいな感じのね波をつけて、いやダンダランダンは、ね、適当なオノマトペです、まあ、オノちゃんですね。いやーほんと流行ってくれ俺、もう今流行りかけだから今動画出さなきゃどうすんのと、ほんと今流行るよ絶対。だって俺がさ新年決めてやった、新年決めたっていうか、もう俺は自分が楽しいことしていくていくと、楽しいことしながら死んでいく、そして楽しいことしながらこれから先も生きていくって決めた、チャンネル登録者2人伸びた、コメントもくれた、さすが俺本当にね。あこの動き誰のモノマネだっけな、覚えてんで、覚えてないんだな、さすが俺恭平さんだ、恭平さんたまにこんな動き方するじゃん、変顔でこうポーズを止まってこうやる恭平さんね。恭平さんめちゃくちゃ面白いからね、ヒカルさんでもなんか結婚とかいろいろしちゃってね最近見れないみたいだけど、えこれ最小化したら止まるんだっけな、セーフ、はいどうも日本政府でーすってすごいな、政府としての人格が乗り移ってきた。はい腰痛いんでね一回寝まーす。あらやだ、いやーマジで股の付け根がさ見えちゃうんだよ、そりゃ困るよな、それ通報されたら困るわ。あーもう嫌なんだよ、もう YouTube は楽しいけど規制がさ、ルールを明確化してないっていう批判が多いよね。でもそうだよね、ひどいよな、曖昧にさ、それってやっぱYouTube の文句言われないためにやってるんだろうね、ルール見せないのって。でけえ文句出てんだろうがよって、そのルールを決めちゃったら融通が効かなくなるわけよ、消すとか。うん、でもさそういうのができないと、まあどうせルール見せてもなんかその他もろもろみたいなことで最後締めるんだろうけど、あでも YouTube でも悪いこと言ってたら消されるな、まあいいか。いやでもダメだよなそういうとこ、ルール見せないで何がルールだよっていうさ、何がタブーだって話だからね、タブーも明確化しろよと、タブーでも何でもねえからな全然。まあね、はじま気をしろうとして今日もやっていきますよ、これがお前たちは構えたち雑なんですね。はい、喋ること終わった。あー眠たくなってきた、やっぱ俺はこんなもんだ。これからも動画投稿ペースは下手したらすごい長くなるかもしれない、スパンがね、スパンはバラバラ、スパンバラバラ、バラバラスパン、バラバラスパン、スパンバランバラ、バンバランバランだからね、バンバランバランバラ、バンバランバラバラ、バンバランバランバラバラ。はい、ということで、もうね
いやお尻痛えのうぜえわ、鎮静剤打たないと。いや普通に薬ですけど。かっこよく鎮静剤なんか言いやがって。どの口が言ってんだよ。えこの口ですの、この口ですが画面外です。はい、スマホタイムね。いやマジもぐもぐタイムうぜえよな。もぐもぐタイムに物申すっていうのやるか。はい、それにします。